日本が防弾チョッキをウクライナに提供しましたただウクライナからは対戦車砲欲しいって言われてたんですよねいろいろ言われてるんですけれども本当だったら戦闘機でも何でもさすがに MIG-29 は日本は持ってないので AF-15 とかさすが急に使えませんからね対戦車砲と言ってもですねしっかりしたものはそんなに訓練しないと使えないらしいんですよねただ携帯型のね対戦車ロケット弾とかは簡単に使えるのでヨーロッパの国々 国もたくさん支援してますであれが結構走行してるみたいですから日本の自衛隊も持ってますからねボムって出てね反動のない普通大砲撃つ時ってダーンってきますけどもその反動がないやつですね携帯で手で持って発射できるっていうのは反動のないシステムでこれは北欧で作ったものが世界中に浸透していて日本で国内生産してるんですけどもそれだっていくらでも上げればいいわけですよそして誘導弾ですからそのまま的確に捉えてドーンって向かっていきますからねそういうものを日本持ってますからそういうものをですね、えー 提供するべきですよね。